今日はね、スリランカの、キャンディーという街についてね、お話ししようと思います。スリランカ僕が、3年前ぐらい行ったんですけれども、何月だったっけな ?3 年前の2017年3月4月あたりに行ったと思うんですけれども、2週間ぐらい滞在して、スリランカ、コロンボに国際空港があるんで、コロンボに行って、そこから、キャンディーを経由して、ダンブンラというところに行って、そこからもう一回コロンボに戻って、最後ゴールっていうね、南のね、町に行って、それでコロンボ戻って、出国したんですけれどもね。その中でキャンディーという町、僕ね、2泊したのかな?確か2泊したんですけれども。どんな町なのかなっていうのをね、ちょっとお話ししようと思います。まずキャンディーといえば、あれですね。真っ先に思い浮かぶのは、お茶と、ジュエリーかなと思うんですよね。お茶は、キャンディーっていう街そのものが有名っていうよりかは、セイロンティーの、産地のヌララエリアっていうね、ところがあるんですけど、そこへ行くね、鉄道みたいなのがあるんですけど、それの、出発地点となるのがキャンディーなんですよ。キャンディーという街を、拠点というか、通ってヌララエリアっていうところに行くんですよね。そこが、お茶の産地あって、それでね、キャンディーによる人は多いと思います。それから、もう一つ、シーギリアロック。これはね、スリランカ行くっつったら、まずみんなが行くところですよね。一枚岩の、ね、大きい岩がドーンってあって、上に王宮があったと言われてると。一応世界遺産になってますけれども、シーギリアロック時代はダンブッダっていう街にあって、キャンディーではないんですけれども、大体みんな、ついでにキャンディー寄るかみたいなね。コロンボからダンブッダで直接行くバスあんのかな?ちょっと僕、それは知らないんですけど、僕自身一応、キャンディー、せっかくダンブッダ行くんだったらキャンディー寄るでしょみたいな感じで、キャンディー行って、キャンディーからそのダンブッダ行って、そのシーギリアロック行ったんですけれども、行く途中、道中にも一応キャンディーって街は寄ったりしますよね。一応ね、キャンディーから、そのシーギリアロックは、頑張れば日帰りで行けます。ただ頑張んないときついですね。基本的にはダンブッダでみんな泊まります。そういった感じの街ですね。でね、キャンディーの街自体はね、どんな感じかって話なんですけどね。これは僕の完全な印象ですけど、おしゃれなカフェはね、結構たくさんあったりしましたね。他の街と比べると。やっぱりね、そのヌアラエリアっていうね、セイロンティーの産地がありますからね。それは当然カフェ出しますよねって話になるのかな。僕はそのキャンディーで2泊しましたけど、行ってね、すごいおしゃれなカフェがあって、当然そのヌアラエリアっていうね、その紅茶、セイロンティーの産地が近くにあるっていうのは知ってましたし、有名なんだろうなっていうのはね、うすうす感づくというか、想像はできていて、実際にそのおしゃれなカフェ入って、僕、結構な頻度でそのカフェでお茶飲んだんですけれども、美味しかったですよ。その先入観もあったから余計美味しく感じたのかもしれないですけれども、全然すごい上質な感じの紅茶でしたね。で、あとは、僕はあんまりその縁がないというか、その買うことはなかったですけど、一応ジュエリーの取引というか、ジュエリーの街でもあるらしいんですよね。その買い付けとか、そういった感じでその商人とかがね、結構いろいろ来てるみたいで、そういった街としても、キャンディーは有名らしいですよ。今ちょっとね、ネットで調べたら、スリランカそのキャンディーの宝石は上質なことで有名らしいですね。確かにね、その街歩いてたら結構ジュエリーショップみたいなのあったんですね。だからそういう宝石系興味ある方はね、ぜひぜひ、キャンディー行った時にね、そういう店、ね、足運んでみたらいいんじゃないかなと思います。あとキャンディーって言ったらそれぐらいかな。ちょっとね、キャンディーはね、涼しいってイメージありましたね。ちょっと標高高いのかな?多分ね、標高高いと思うんだよな。そう。キャンディーは、キャンディーの標高今調べたら大体500メートルぐらいです。だからちょっと高いのかな?涼しいなという印象があったんですけれども、そんな感じかな。だからキャンディーといえば、そのダンブンライク拠点。その世界遺産のシーギリアロックに行く拠点でしょ。それからヌアラエリアね、セイロン茶の、セイロンティーの産地に行く、拠点。それから、ジュエリーのね、ジュエリーで有名ですよね。宝石店。あとは、そういうおしゃれなカフェがね、たくさんあると。そういった感じですね。あとは、そもそも結構歴史のある街なんでね。
まあ、そういったことに興味のある方もね、まあ、キャンディを訪れていいんじゃないかなと、いいんじゃないかなと、訪れたら結構ね、まあ、ね、興味のある街になるんじゃないかなとは思います。まあ、キャンディといえばそんなもんかな。まあ、スリランカ旅行行くっつったら、まあ、まずキャンディは行くでしょうっていうね、それぐらい結構キャンディって有名な街で、まあ、スリランカでね、知ってる都市あげろって言われたら、みんなコロンボとキャンディあげるんじゃないですか。まあ、それぐらいまあ、有名な街です。僕はね、キャンディまでどうやって行ったかっていうと、キャンディまで確か僕バスで行ったんですよね。キャンディへの行き方は、確か電車、鉄道とバスがあります。で、まあ、どっちがいいかって言われたら別にどっちでもいいんじゃないかな。ただね、バスの方が本数多いと思います。感覚的に。鉄道ってなんかそんなに、なんか、あるイメージがなかったんで。まあ、どっちでもいいと思います。正直な話。多分、あんまり海外旅行とか慣れてない方は、多分鉄道の方が楽だと思います。まあ、なんでかって言ったら、まあ、鉄道って言ったらね、やっぱ駅ちゃんと決まってる場所はね。で、まあ、バスとなるとやっぱね、バスターミナルに行くとかね、チケット買うのが結構、なんか難しいんじゃないかなと思うんですよ。あんまり、慣れてない方とかね。で、まあ、鉄道駅って言ったら、まあ、チケット買う場所は当然もう決められてるわけだし、なんならね、旅行会社とかに手配頼んだら多分手配してくれると思うんで、ね、まあ、もし海外あんまり気になれてなくて不安だなと思う方は、その旅行会社頼んでみるとか、まあ、バスの、なんすか、鉄道のチケットは鉄道駅に行けばまあ買えるんで、間違いなく。まあだから分かりやすいかなということで、まあ、多分鉄道の方が簡単なんじゃないかなと思うんですけどね。まあそんな感じで、まあぜひぜひ、まあ、キャンディ興味ある方は行ってみてください。ちなみにダンブルラ行くとかなったらバスしか選択肢はないですね。まあもしくはタクシー貸し切っていくとか。多分、まあ1日タクシー貸し切ったら全然行ける距離なんで、まあそれが多分一番早いと思うんですけどね。まあ、ただ、すごい高いですね。だから、バックパッカーの方とかは、まあ、基本的に、キャンディーから、シギリアロック行くって言ったら、まあ、バスでダンブルラ行って、まあ、そこで一泊泊まって、ね、次の日、シギリアロック行って、キャンディーに戻るみたいな、多分そういう感じになるとは思いますけど、うん、まあ、短期旅行で、もう、時間を優先していきたいっていうんであれば、もう、キャンディーから、まあ、タクシー貸し切って、日帰りで、シギリアロック、プシューって行って、バーって見て、フィューってキャンディー戻ってくるの全然ありだと思います。全然ね、距離的にはそんな遠いわけじゃないんで、片道、多分キャンディーからダンブルだってそんな遠くなかった。3時間ぐらいで来たと思うんだよな。そう、キャンディーからダンブルは大体3時間ぐらいですね。僕の曲正しかったな。なんかそんなに時間かかんなかったなと思ったんで、例えばね、もう短期旅行で、もう、あんまり時間をかけたくないとなったら、もうキャンディーからタクシー貸し切って、ビュッて行っちゃえば3時間で、シーギリアロックとか着くんでね。で、それバーって観光して、タクシーで待ってもらってってね、ヒューって戻ってくれば全然日帰りできる距離です。まあ、だからまあ、時間ない方とかはそれでいいと思います。うん。といった感じですかね。まあ、スリランカはね、結構いいところでしょ。まあ、キャンディーに限らず、まあね、そのダンブーラ、シーギリアロックのところだったり、ゴール。僕行ったとは、まあ、あとゴールだけなんですけど、結構ね、あんまり知られてないですけど、スリランカっていろいろあるんですよ。南の方だったりとかね。南の方は結構サーフィンもね、有名だったりとかしますんでね。まあ、結構、いろいろと、観光スポットというか、おすすめスポットがあります。まあ、僕もね、もう一回スリランカ行っていろいろ回りたいんですけど、ね、次はね、もうちょっと滞在したいかなと思います。というわけで、まあ、今日はこれぐらいで応援したいと思います。それでは。